こんにちは、妙高ニュース第2部。今回は私たち妙高市観光協会が春が訪れた妙高高原を紹介しながらお伝えいたします。最近観光の問い合わせが随分増えてきましたね。そうですね、春になりましたね。今年は雪が多く雪解けもなかなか進まなかったんですけれども、ようやく妙高高原もグリーンシーズン迎えることができました。さて、今年も7つの温泉地を巡る周遊バスブラッド妙高号の運行が始まりました。ただいま運行されているルートは燕温泉を出発して関温泉、休暇村、一旦国道18号線に出て赤倉温泉へ上がり、新赤倉、池の平、杉の沢、苗名滝までのルートです。料金は1日乗り放題大人500円、子供300円です。同じく4月28日から夢ぐりチケットの販売も開始いたしました。1200円で3軒のお風呂をお楽しみいただけます。どうぞご利用ください。さて、市では妙高に住む皆さんだけではなく、妙高を訪れた方にも健康になっていただきたいと様々な取り組みを行っています。市民の方の中にもお年寄りがいつまでも元気で長生きできるよう活躍していらっしゃる方がいます。そんな方たちをご紹介します。どうぞ。介護予防応援隊の後藤陽子です。綾津浩二です。介護予防で生き生き元気、今日は介護予防応援隊についてご紹介いたします。市民の方が介護が必要な状態にならず、いつまでも元気で生活が送れるためのお手伝いをする応援隊です。去年までは介護予防サポーターや認知症キャラバンメイト、地域指導者として個々に活動していましたが、今年から一緒に介護予防応援隊として活動することにしました。次に実際の活動現場に見学に行きましょう。お邪魔します。皆さんこんにちは。ここは京南総合病院の6階で行っている足腰お達者教室の自主トレーニングです。3ヶ月の教室終了後、継続して皆さん自主的に毎週水曜日通ってきていらっしゃいます。ここでの介護予防応援隊の活動は、参加者の方が危険なくマシントレーニングできるよう見守りしたり、マシンの準備ができない方のお手伝いをしたり、一緒にお話ししながら楽しくトレーニングをしていただいています。早津浩二さんのお顔も見えますね。早津さんはなぜ介護予防応援隊になろうと思ったのですか？はい、私ももうあれですから、なんとなくもう年もあれだしさ、もううちにばっかりいても話もないし、だから大勢の人に顔を見ながらさ、話をね聞かせてもらうということで仲間にしていただきました。あ、そうですか。実際に活動してみてご感想はどうですか？そうですね、やはり最初は気持ちがさ、なんとなくね心配でしたが、2回3回と重ねることによって、回を重ねることによって話を聞いたり話をしたりした、利用者さんからまあ健康器具の使い方などをみんな教わって帰ってこって、どちらがあれだか分からんような状態でしたが、まあ、はい。さらに仲間を増やしていくために、5月17日木曜日午後1時30分から市役所コラボホールにて介護予防応援隊養成講座を開催します。参加ご希望の方は妙高市福祉介護課地域包括支援係、電話 74-0017 までお申し込みください。自分にも介護予防応援隊の活動ができるかしらという方でもお申し込みくださって大丈夫です。
いつまでも元気で毎日を過ごせるような健康の秘訣の話もたっぷりあります。自分自身の健康のために、家族のために、また地域の方のために、ぜひご参加ください。皆様のご参加をお待ちしております。来月は民生委員についてご紹介します。どうぞお楽しみにしてください。